テレビ人の藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はですね、ベルベージンウェブストアの方にお問い合わせいただければお答えしますので、よろしくお願いします。こちら今から紹介する商品は7月の5日の夜21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは、そしたらね、概要欄の方に貼ってますので、そこチェックしてみてください。それではですね、ちょっとこう犬シリーズなんです。今回実はね、アメリカの方でうちがね、約1年以上ちょっとこう貯めて集めてきた、はい、実はシリーズなんですが、ちょっとワンちゃんシリーズという形で紹介します。はい、こちらね、オニータボディとかいろんなボディ使ってます。オニータボディのラージ、はい、こちらね、ビーグル、はい、もうワンちゃんの方がドンとあるんですが、はい、犬好きの方今回ねぜひと思います。はい、バックプリントはないです。はい、白ボディのビーグル、はい、こちら7800円に消費です。7番続いてワイヤーフォックステリア、可愛いですねこれも、はい、こちらもオニータボディの、こちらミディアムです。はい、ミディアムね、ちょっと自分がちっちゃいんですが、はい、こちらも白ボディ、はい、程度いいですね。こちらも7800円に消費です。7番、はい、続いてボクサー、かっこいいですね。はい、こちらはデルタのサイズラージです。はい、100% コットンですね。はい、白でラージで自分がちょうどいいサイズです。はい、こちらもいいですね。はい、ボクサー買われてる方とかね、いいと思います。こちらも7800円に消費税。続いてもボクサーですね。はい、ワンちゃんシリーズで、こちらヘインズビーフィーのエクストララージです。ちょっとゆったりしますね、エクストララージ、ゆったりめで、はい、ボクサーですね、かっこいいですね、白ボディ、はい、こちらも7800円に消費税です。7と続いてチョコレートラブ、はい、ラブラドル、まあブラウンで、ね、ちょっと濃いめのラブラドルです。こちらもデルタの M です。はい、 M サイズ、これはね、僕ちょっとジャストサイズですね。はい、こちらも状態はいいです。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、特にね、色によって値段っていうのはそこに変えてないです。はい、はい、こちらゴールデンリトリバー、はい、よいしょ、こちらが、はい、ベストの L サイズ、ちょっとこちら50/50の、はい、素材ですが、これですね、ゴールデンリトリバー、でかくドンと、はい、このサイズ感です。じゃあ白ボディですね、これも、はい、ゴールデンリトリバー7800円に消費です。7パーシリーズっても言ってもいいんですね。はい、こちらダルメシアン、はい、こちらもベストサイズ L ですね、50/50の、はい、素材です。はい、サイズ的にこのサイズです。まあ、ダルメシアン買われている方いたら、はい、可愛いですね。7800円に消費です。7%、はい、ちょっとかっこいいです、アイリッシュセッター、こちらヘインズボディの、はい、50/50サイズラージです。はい、これもねラージでちょっと僕が言ったりする感じですかね。はい、アイリスセッター、かっこいいですねこれ、後ろも綺麗です。はい、こちらも7800円に消費です。ちょっとボディの色目が、はい、ベージュになります。こちらヘインズボディのエクストララージ、50/50ですね。パグ、可愛いですね。はい、パグ飼ってる人ぜひ、ちょっとこうゆったりしますね。はい、まあ1年間貯め続けて、はい、こちら7800円に消費ですね。続いて、ワイマラナか、ワイマラナ、大きめの犬ですね。はい、こちらオニータボディの 100% コットンラージです。はい、よいしょ、ラージ僕のサイズですね、ちょうどいいサイズ、ワイマラナ、かっこいいですね。犬シリーズ、
こちらも7800円に消費です、はい。シリーズね、いくつかあると思うので、こちらはね、アンドベルベルジンの方に並んでおります、はい。続いてこちら、はい、サイズがですねエクストララージ、はい、ウィリアム・ウェグマンというね写真家の方の、はい、シリーズです。これもね、あの犬ので、結構いろんなね犬のパターンあります。なんか犬がねネクタイしてるやつとか、こういった形で、さっきのシリーズとはちょっと違うんですが、こちらはね写真家の、はい、作品です。ボディ、黒ボディで、はい、こちらは9800円に消費ですね、はい。続いてこちらも、ブルードッグ、はい、こちらがですねグルービーグラフィックスという、はい、デザインですかね。まあデッドストックになります、はい。まあ、なんかちょっと変わった犬のプリントですが、はい、デッドストックティー80年代ですね。こちら9800円に消費ですね、はい。続いてちょっとシリーズ変わります、はい。こちらヘインズボディのビフィティサイズラージのデッドストックです、はい。こちらもねちょっとこうデッドストックでこういった、はい、これがあります。ちょっとアートチックなプリントでラバープリントなんですが、はい、ちょっとインパクト大な T シャツですね、はい。サイズラージなので自分がちょうどいいサイズです、うん。こちらもデッドストックです、はい。80年代ですね、デッドストック。こちら12800円に消費です。1リッパですね。続いて、最近僕が言うインパクトティーですね。こちらちょっとタグがね取れてしまってます、はい。ちょっとボディがわからないんですが 100% コットンのおそらく X のラージですね、 XL。 ちょっと幅広めです、はい。ただねこの楽器がこうまあプリントとしてねかっこいいかなと、はい、思います。こちら6800円に消費税です。 6%、 はい。続いて、ディック・トレーシーですね。このディック・トレーシー、はい、これのマドンナです、はい。こちらもデッドストックサイズ、スモールサイズです今回の、うん。これね本当ちょっと女性おすすめです、はい。そんなに S サイズでもねちっちゃいわけではないです、はい。少しねデッドストックなんですがね、ちょっとねこれ S サイズダメージがねちょこっとあります。まあでも手縫いで縫える範囲かと思いますね、はい。マドンナプリントもねラバープリントで可愛いですね、はい。こちら12800円に消費です。1ニッパー、はい。続いてもディック・トレーシーの、はい、こちらもマドンナですね。こちら白ボディのエクストララージです、はい。マドンナエクストララージねちょっとゆったりしますが、ちょっと乾燥機にね入れて縮めてもいいと思います。白ボディ、はい、ニック・トレーシーのマドンナでこちらも12800円に消費ですね、はい。続いてマリリンですね。マリリン・モンロー、こちらは M サイズです、はい。フルーツオブザルームの M デッドストックですね。ちょっと毎回ねここ最近紹介させていただいてもすぐに売れてしまってるので、 M サイズこれぜひ女性の方、はい、インして着てもらうと可愛いと思います。この歯ね唇出したりとか、はい、一回洗ってね乾燥機入れると少し丈が縮みます、はい。 M サイズデッドストックで15800円に消費です。15%。続いてハーレー T シャツです、はい。これもねちょっとね S サイズなので、はい、ちょっと男性でもね結構ピタッとなると思います、はい。こちら80年代 80s のねハーレーティー、まあ、デザインもねいいと思います。あと後ろがこのね定番のこのバックプリント、はい、結構ね女性が着ても可愛いと思います、はい。こちら7800円に消費税デッドストックです。続いてもシンプルにこちらもね S サイズです、はい。ラッセルの S、 そしてこれもねプリントシンプルでかっこいいですね。背中も先ほどと同じこのパターン、はい、これ定番の形ですが結構バックルビンのかっこいいと思います、はい。こちら6800円に消費税です。 6% です。続いて
コーデュロイパンツ1本なんですが、リーのコーデュロイパンツ、はい、ちなみにデッドストックです。日給32、はい、こちらエンジ、エンジですね、はい、まあ、こちらタグもピスネーム MR 入ってます。70年代、まあ、後半とかでしょうかね、はい、まあ、日給僕はちっちゃいのでこちらね女性なんかもいいと思います。はい、細い男性デッドストックから、ね、履くというのもいいと思います。はい、D のコーデュロイパンツデッドストック、こちらで6800円に勝利です。6パーです。はい、続いてラルフローレンのね、ボタンダウンシャツなんですが、今回黒、はい、この間ねリネンを紹介させてもらったんですが、すぐに売れてしまいました。今回はねこれ 100% コットンなんですが、黒ボディです。はい、こちらねサイズ、ラージなのでちょっと自分がゆったりしますね。はい、まあ、今の時期ちょっとね黒だったんですけど、まあ、袖まくって袖を折ってね着てもらってもかっこいいかと思います。黒のラルフローレン、はい、100% コットンですね。こちら5800円に消費税ですね。続いても、はい、黒のこちらねちょっと薄手のコットンです。はい、サイズミディアムサイズ、はい、まあ、胸のワンポイントはこちら紫ですね。ミディアムなので自分がこれはちょっとシルエット細めですね。僕は多分ジャストサイズです。はい、まあ、黒締まりますね。はい、こちらも5800円に消費税です。5%。続いてリバースリーブです。こちら、刺繍のサイズミディアム、はい、ちなみにこちらワンウォッシュです。中がねふっかふかです。はい、もう状態がもう抜群にいいです。もうリブもねほとんど伸びてないので多分着用してないと思います。はい、ターコイズブルーすごい綺麗な色ですね。ミディアムちょっと自分ミディアムのちっちゃいんですが、もうほぼワンウォッシュ状態、綺麗です。はい、こちら9800円に消費税ですね。続いてピンクです。はい、こちらも刺繍のミディアム、はい、少しだけねポツポツちょっと汚れはあるんですが、はい、これもねもうね生地の状態すごく綺麗です。はい、ミディアム僕にはちょっとちっちゃいんですが、はい、この程度、こちら7800円に消費税です。 7%。 続いてトリコのラージです、はい、ラージボディ僕はちょうどいいですね。しかもこの黒です。黒ボディ、はい、このねちょっと色あせた黒ね僕大好きなんですけど、はい、非常にかっこいいです、はい、状態もね、いいですね。はい、黒ボディのリバースイーブ目つきですが、こちらで 12,800 円に消費税。12は黒はないですよ。しかも トリコタグっていいですね。はい、続いてナイキです、はい、ナイキのオレンジソーシュ、オレンジタグですね、はい、エクストララージなのでちょっとこれねあのこの頃のやつエクストララージは多分ね結構小さめです。ラージぐらいに見えますね。はい、ただこの素材ジャージで肩からこうライン入っててね可愛いと思います。はい、前フルジップで、まあ、胸元のナイキ状態はねすごく綺麗です。はい、こちら6800円に消費です。 6% です。オレンジタグですね。続いてこちらスヌーピーといえばアーテックスですね、はい、ラージサイズです。霜降りグレーに、まあ、スヌーピーでラバープリントなんですがね、これぐらいドーンとインパクトあれば、はい、ラージサイズこれ自分がねちょうどいいぐらいのサイズです。ちょっとねこうダボっと女の子着ても可愛いかなと思います。プリント前プリントだけです。はい、こちら6800円に消費税ですね。6%。続いてもアーテックスですね。こちら 95% コットン 5% アクリルと、ちょっと素材ねこう柔らかい素材なんですが、こちら黄色のねフロッキープリントで、しかも結構ねかっこいいプリントですね。はい、こちらサイズラージサイズで、まあ、自分がだいぶジャストサイズぐらいですね。はい、ちょっと柔らかい素材です。軽めの、はい、まあ、スウェットヴィンテージスウェットですね。こちら6800円に消費税ですね。はい、続いて、チャンピオンです。チャンピオンの、トリコ
50% と 473% という 3% 入ってます。ちょっとね素材的にこう柔らかい、はい、素材です。この霜降りグレーね、ちょっとこのゆったりきていいと思います。このねグレーに白ラバーってすごい少ないです、はい、前にねフィーナムのね古着サミットでも言ったことあるんですけど、このグレーに白ラバーってね結構少ないです。このプリント非常にいいと思います。ちょっとゆったりしますし、はい、こちら5800円に消費です。 5% です。はい、続いてこちらラルフローレンの、まあ、ヨットパッカーですかね。サイズがね XXL です。はい、ちょっとゆったりしますね。ベージュで、はい、コットンですね。以前にも紹介させてもらってね、すぐにやっと売れたんですが、ちょっとこうオーバーサイズで着るのも可愛いと思います。ベージュでエルボーついて、はい、前スナップでと、でパーカーです。はい、こちら6800円に消費です。 6% です。続いてヴィンテージスウェット、はい、こちら霜降りグレーの無地なんですが、非常にね状態がいいです。またこれ状態がバキバキです。中がねふかふかなんですね。はい、サイズがね表記がタグ取れてしまってますが、おそらくねラージサイズぐらいだと思います。はい、自分はねちょっとちっちゃめですが、はい、もう長リブで霜降りのね具合も非常にいいと思います。はい、形も綺麗ですね。はい、こちら7800円に消費です。 7% 続いて、はい、タグがね取れてしまってるんですが、こちらビートルズ、はい、サイズがねおそらくこれも M か、まあ、S サイズかもしれません。ちょっと細めです。結構ね女性に着てもらいたいなっていう、はい、感じがありますが、僕この黒の染み込みプリント、はい、もう定番のビートルズ、ね、状態はね正直めちゃめちゃいいです。はい、リブも全然伸びてないですし、下の方も状態綺麗ですね。はい、こちらビートルズの染み込みのスウェット、ビーテスウェット、こちらで 25,800 円に消費です。 25%。 はい、続いて、こちらもねビートルズです。はい、黒ボディ、ちょっとねあのタグがね取れてしまってますが、こちらデッドストックになります。はい、先ほどの、ね、プリントと少し違うこの白のラバープリントで、デザイン可愛いですね。非常にサイズね多分ラージサイズだと思います。自分がね多分ジャストサイズ。ただ黒ボディのねこうデッドなんてなかなかないですね。はい、こちらボディがね多分 50年代ぐらいのボディで、まあ、プリントはね60年代かもしれませんが、ビートルズのデッドストックのスウェット、はい、ちょっとコレクションになるかもしれません。これ素晴らしい。こちらね 39,800 円に収入です。 39% これですね。もう一個でかかったら欲しかったな。はい、続いてこちら長袖です。はい、50s の、はい、ガラシャツなんですが、こちらサイズね S です。でもこのねちょっとドットっぽい柄が非常に可愛いかと思います。はい、ブラウンで、はい、コットンですね。でボックスタイプ、はい、非常に色もそうですしかっこいいですね。はい、こちら 15,800 円に消費です。 15%。 これデザイン最高ですね。続いてラングラーの白サテンです。はい、サイズが15ハーフの33、ベル付きです。はい、白サテン、この状態の良さですね。はい、ウエスターナー D とかのウエスターナーと同じですね。ラングラーの白サテンなんですが、普通ね真っ白になってきます。これ洗濯繰り返していくと白くなるんですが、このねいわゆるあのちょっとベージュっぽい色、はい、この色を見ていただくといかに状態がいいかが分かります。はい、これもうバキバキですね。ちょっとね自分だとサイズはちょっとちっちゃいんですが、はい、非常に状態いいです。はい、こちら 29,800 円に消費です。 29% ラングラーですね。続いてこちらリーバイスのショートホーン、はい、センターショートホーンですね。サイズが18って書いてますので、おそらくボーイズです。はい、でも18でもねこれメンズの S ぐらいなサイズ感だと思います。はい、綺麗なストライプ、はい、しかもセンターショートホーンなんで50年代ですね。はい、ノコギリフラップのちょっとだけ焼け割れますがデッドストックなので、はい、
こちらリーバースショートホーンのレッドストックのシャツ29,800円に勝利です。29%ですね。はい、続いて、はい、もうこちらも、ね、定番のナイロンのナイキです。はい、オレンジスウォッシュのタグのサイズがねスモールです。はい、ちょっと小さめですが、あとフードがね取れてしまってますですが、後ろが風車ですね。はい、非常に程度はいいです。オレンジボディの白の、はい、風車内容、ちょっと S サイズ、僕はねさすがに小さいです。はい、プルオーバータイプでね、ナイロン綺麗、程度いいですね。こちらナイキの風車39,800円に勝利です。39%ですね。はい、こちらも残りわずかです。クロスのバンダナのデッドストック、はい、こちら2枚セットで1万円です。はい、はい、最後に、501のビッグイです。はい、ちょうどね色落ちが綺麗なんですね。はい、501ビッグイ、実寸ですね、32のレングスが28です。ちょっと短めです。はい、ですがね、まあもう夏まさにこうちょっとねくるぶし見せて履いていただいて、まあこういったローファーとかにねくるぶし足出して履くにちょうどいいですね。もう耳のあたりもバッチリ、ヒゲも綺麗に出てます。膝に少しリペアは入ってるんですが、もう綺麗に治ってますね。はい、後ろパッチはないんですが赤タブ、はい、ギリギリ残ってますね。びっくりです。はい、後ろもね蜂の巣がまっ綺麗に出てます。裾の部分少しねチェーンステッチはほどけてますが、ちゃんとリペアされてます。これはね色落ちですね、素晴らしい。はい、501ビッグイ3228、こちらで45,800円に処理、45%ですね。安いな。続いてこちらもね負けてないですね、色落ち素晴らしいです。501ビッグイ、これもヒゲが綺麗に出てますし、この耳のサイドの当たりがねバシッとこうインパクトあります。後ろもパッチも残ってます。今実寸で3029、はい、こちらビッグですね。後ろもこのねちょうど少し端の差が出てるし、ちょっとこういい意味でザラザラっといい色になってます。こちらもいい色ですね。はい、501ビッグ実寸で3029、はい、こちらも45,800円に勝利です。45%、ちょっとサービスプライスっぽいですね。まあ、リペアはね若干入ってますが、これも綺麗に直ってます。はい、45%ですね。はい、今回商品紹介以上になります。ベルビジの方でですね、買取委託販売を行っております。お店の方にお問い合わせいただければ私が対応いたしますのでよろしくお願いします。あと、ベルビジの方ですね、スタッフ募集を行っております。履歴書の方をお持ちいただくか、あとお店の方にお問い合わせいただければお答えしますので、そちらの方もよろしくお願いします。